ゆうちゃんはまだ幼いのに本当に賢い子だな。はい、私の宝物なんです。今全部話すことは無理なんだけど、なるべくゆうとの思い出から遠ざけてきたんだから、やっと外に出られるくらい落ち着いたんだから。どうかした？今声が、子供の笑い声。本人しか解決できないことだってあるんだ。助けてやりたくても何もできないことだってあるんだよ。のアンティークショップでオランダ靴を買ったの。優が欲しいって珍しくわがまま言うから。隣に優がいなくて、森にあるはずのナイキ靴を探して優は危ない目に遭わずに済んだのに。無理やり思い出させることはできないけど、賭けに出ようって。その宝物を忘れなければならない出来事が起きた時、あなたならどのようにして前に進みますか？安子、ありがとう。